ダッツルートビア、日本国内製造販売時のリターナブルビギリ製品、ダッツルートビアダットエスとはアメリカ生まれのソフトドリンクのメーカー。1937年に当時ビジネスマンだったジュレス、クラップマンが立ち上げたドリンクメーカーのブランド。シカゴで誕生して以来世界中で飲まれているルートビアメーカーの一つである。日本では青い缶のみが売られているが、海外へ行けば、 瓶やペットボトルもあり、ルートビアが最大の売りだが、他にクリームソーダやサイダー、オレンジジュースも出している。日本ではごく稀にクリームソーダの並行輸入品を見かける程度で、本国以外で飲めるのは基本的にルートビアだけである。日本に入ってくるダットエースはアメリカの工場でアジアの地域で売られているダットエースは台湾の工場で生産されている。なお、 日本でも1963年6月に山崎製パン株式会社が権利を取得し、リターナブル瓶で国内生産販売されたが、1970年代には終売となった。当時の瓶はカタカナ表記がダッツルートビアーとなっていた。主に本州では明治やプラザ、成城 EC、木の国屋インターナショナル、カルディ、アメ横センタービルの大橋商店、コストコ、 元町ユニオン、その他輸入食材店やデパートの輸入飲料店で手に入ることもできる。ビレッジヴァンガードで店舗によっては置いてある時がある。またドンキホーテでも時期により置いてある店舗がある。関越自動車道三好 PA 内の雑貨屋でも購入できる。ダット S が飲める店としては沖縄系のダイニング及び軽食系の店。 全国のハードロックカフェではメニューにルートビアフロートがあり、使われているのがダット S である。バブルアップ、日本国内製造販売時のリターナブルビン入り製品瓶は1970年、石塚ガラス製ミッションコーラ、日本国内製造販売時のリターナブルビン入り製品右、1950年代の瓶左、1960年代後半以降の瓶。ありがとうございます。